あけん TV プラス、どうも森本健太です。さあ夏休み終わりまして、子供たちはどんな思い出を作ったんでしょうか。僕は小学校の頃、カッパと、いやお父さんと川で遊んだことが思い出ですね。さて今回のテーマは、どんな体験なんでしょうか。この辺の赤いのさ、うん、これ。ここは瀬戸内海に浮かぶ島、江田島。やってきたのは広島市の小井小学校の5年生101人。子どもたちはこの島で3泊4日の宿泊体験、その名も山海島体験活動をするためにやってきたんだ。これは県が推進する事業で、日常とは異なる環境での生活を体験することで、子どもたちの豊かな心を育てることを目的に実施しているんだ。今年度は県内の213校が実施、全国的にも珍しい取り組みで、教育の専門家も注目しているぞ。社会そのものが、まさにチームだしね、グループ活動を中心することはとても重要ですね。その際できれば地元の人、あるいは年齢の違う人なんていう発想も考えることができると思います。この日はグループに分かれて民泊することに。こちらのグループは魚釣りを体験。果たして何が釣れるかな。釣れたら、これでヒラアジ。そうです、さっきのマグアジ。初めての魚釣りに子どもたちは大はしゃぎ。もちろん釣るだけではないんだ、魚をさばくのも初体験。おお、包丁大丈夫か。みんなで作った料理の数々、そのお味は。このような宿泊体験を通して、協調性や自立性が向上するという調査結果が出ている。しかも2泊3日より3泊4日の方がより効果が出ているんだ。効果出てますね。保護者も受け入れた家族も、体験による子どもたちの変化を実感しているんだ。自然の中で遊ぶ時の子どもの表情が、素の姿の笑顔をするんですよね。こんな姿をお母さんとか家族の人に見せてあげたいなっていう気持ちになるんです。山、海、島といった自然を生かした体験活動を、今後県内全ての小学校での実施を目指していくぞ。同じ物差しではなく、多様な物差しで子どもを見ることができて、いろんないいところを引き出して、それを自信に変えることができる。子どもたちの生き生きとした表情を見てると嬉しくなりますね。広島県からのお知らせです。9月21日の世界アルツハイマーデーを記念して、9月18日記念講演会を県民文化センター福山で開催。認知症の講演会や相談会などが開かれます。詳しくはご覧の番号まで。11月1日から手数料納付時に購入していた収入証紙を廃止します。今後は地方機関、市長などにおいても現金または納付書による納付方法に変わります。次回の発見 TV プラスは、生み出せ医療現場で新ビジネスとは。水曜夜お楽しみに。